またダメでしたね。MLB は今日がレギュラーシーズン最終戦、シーズンの162試合目を全球団が戦い、AL のワイルドカード争いは最終戦までもつれる大混戦となりましたが、レッドソックスとヤンキースがそれぞれプレーオフへの切符をつかみました。マリナーズもここまでプレーオフへの可能性をわずかに残し、今日もし勝って、でレッドソックスかヤンキースのいずれかが敗れればタイブレイク、シーズン163試合目を戦うことができたんですが、結果は望んでいたものと全く真逆。マリナーズはエンゼルスに敗れてしまい、そしてレッドソックスとヤンキースがいずれも勝利したため、マリナーズは今年もプレーオフへ駒を進めることができませんでした。皆さんもご存知の通り、マリナーズはイチロー選手が MLB デビューした2001年以降、一度もポストシーズンの舞台へ進むことができていません。今年、もともと開幕前の時点からある程度予想はされていたことではあったものの、今年もプレーオフを逃してしまったため、これで20年連続でプレーオフを逃したということになってしまいました。プレーオフから遠ざかっている期間としては、現在北米4大スポーツ全チームの中で最も長く、今年もその不名誉な記録に1をプラスしてしまいました。シーズン最後の3連戦始まる時点で、プレーオフ圏内入った時には、これは今年こそついに行けるのかと感じて、で、エンゼルスとのホーム3連戦も全試合完売、久々に満員の T モバイルパークを見ることができたんですけれども、それでもプレーオフの夢は今年も遠かったと。ただ2週間ちょっと前にマリナーズはワイルドカードの枠を争っていたレッドソックスとのホーム3連戦を負け越してしまい、シーズン残り16試合で4ゲーム差、レッドソックスだけではなく間にブルージェイズもいるという状況に追い込まれてしまい、その時にも一度今年はもう厳しいかなと思ったものの、そこからマリナーズはシーズン最後の死んだふり作戦に出て、次の13試合で11勝、このエンゼルスとの最後の3連戦まで希望をつないだので、これだけでもすごいことをやってくれはしたんですが、最後の最後で力尽きてしまいました。今日は朝4時に起きて MLB.tv でマリナーズ、ヤンキース、レッドソックス、ブルージェイズの4試合を同時視聴していて、でヤンキース戦もレッドソックス戦ももしかしたらというところまでは言っていたんですけれども、ヤンキースは0対0で迎えた最終回にジャッジのサヨナラ内野安打で勝利し、そしてレッドソックスは一時4点差をつけられながらも、そこから鮮やかな逆転勝ち。個人的には一気に突き落とされた気分になったのと同時に、これが名門球団、勝つべき試合をしっかり勝てるチームなんだなと実感させられましたね。マリナーズもここ2週間はアスレチックスに7連勝したりと、すごくいい野球をしていて勢いも感じたんですが、エンゼルスとの3連戦はちょっと浮き足立ってしまったと言いましょうか。1戦目は絶好のチャンスを潰してそれが敗因となってしまいましたし、今日も2つの牽制エラーがいずれも失点につながったりと、勝って叱るべきという展開では全くなかったので、今のマリナーズはまだそういったヤンキースですとか、レッドソックスといったチームとは差があるかなと、当たり前ではあるんですけれども、そこは思ってしまいました。ただプレーオフには進めなかったものの、今季のマリナーズ非常に実りのあるシーズンだったと思っています。開幕前から当チャンネルでは何度もお話していますが、今季のマリナーズはそもそもコンテンダーとして戦うようなシーズンではなく、どちらかといえば来季以降に来るであろう勝負期に向けたステップアップの年と捉えていました。なのでシーズン勝ち越しくらいできたらいいかなと思っていましたが、結果は2003年以来18年ぶりのシーズン90勝達成。90勝すら18年ぶりなのかよという痛すぎるツッコミはご勘弁願いたいんですが、今の MLB であればプレーオフ行くためにも最低でも90勝くらいは欲しいですし、編成面ではコンテンダーとは程遠い状態でしたが、結果はコンテンダーと呼ぶにふさわしいだけの結果を残すことができたと思っています。そして今年はアスレチックスを抜いて地区2位でフィニッシュ。開幕前の順位予想で私はマリナーズを超大穴予想として地区2位に入れましたが、それを見事に叶えてくれました。90勝地区2位まで登ることができた背景としては、主戦級のリリーフが次々台頭してきたことが何といっても大きかったですよね。マリナーズは今季異常なまでに接戦で強さを見せましたが、打線の勝負強さも当然理由として上がってくるんですけれども、何といってもブルペンが試合終盤しっかりゼロを並べてくれるという安心感が支えになったと思っています。今季トリプル A の開幕投手だったポール・シーウォルドは一番きつい場面を任されるリリーフエースになりましたし、他にも1年間フル回転したドリュー・ステッケンライダー、2ヶ月ほど離脱した時期もありましたが、7月末以降29登板連続無失点のケイシー・サドラー、トレードで移籍してしまいましたがケンドール・グレブマンと JT ・シャギュアの貢献は忘れてはいけませんし、他にもエリック・スワンソンやヨハン・ラミレスもいい働きを見せてくれました。先発陣ではジェームス・パクストン、打線では昨年の新人王であるカイル・ルイスをほぼ1年間欠いた状態でもこれだけ勝つことができたのは、一つだけ大きな誤算があったことを除けばシーズンを通してのブルペンの活躍が光った1年だったんじゃないかと思っています。
90勝したこのチームでプレーオフ行けなかったのは本当に残念でなりませんが、今年がピークではない、これからどんどん上がっていくであろうこのマリナーズというチームが90勝もマークしたことを自信として、また若く経験の浅い選手たちが最後の3連戦のようなヒリヒリとしたプレーオフのような空気を経験できたのを財産として来季の戦いにつなげていってもらいたいなと願っています。ただ当然ながらやることはまだまだ多いですよね。90勝したとはいえ得失点差はマイナス51、ここから期待される勝利数は76ですので、出来すぎな感は否めません。マリナーズの今季の強さはブルペンだったり勝負強さに頼ったものでもありましたので、来年も今のままで90勝できる前提では考えない方がいいでしょう。1年間を通して戦力不足を何度も痛感させられましたし、またワイルドカードを争ったレッドソックス、ヤンキース、ブルージェイズといったチームと比べてもマリナーズは戦力面で大きく見劣りします。マリナーズは来季以降大型契約による縛りがほぼゼロになるので、総年俸の面では相当な余裕が生まれます。マリナーズのディポト GM はずっと2022年を勝負の年と見続けてきて、その代表例に7月末のグレイブマンのトレードがありましたが、勝負するタイミングがついに訪れました。打線、先発陣を中心に補強しなければならないポイント山ほどあるんですけれども、フロントがこのオフどんな動きに出てくるのか、ディポト GM はとにかく我々の想像を常に超えてくる存在ですので、 FA やトレードでもかなりクリエイティブな動きを見せてくれるのではないかと期待しています。マリナーズは2000年から2003年に4年連続シーズン勝ち越しを記録して以降、一度たりとも2年連続でシーズン勝ち越したことがない球団ですので、本当に補強に関しては入念にできることやれることを全てやってほしいなと思っています。来季のマリナーズに関してはこのオフの補強次第では本当に楽しみなチームになりそうなんですけれども、ただそのチームに残念ながらカイル・シーガーの名前はなさそうです。以前動画でもお話しした通り、シーガーは今季が7年契約の最終年、チームが来季のオプションを行使しない限りは FA となるんですが、今日のエンゼルス戦、レッドソックスの勝利が決まり、マリナーズのプレーオフ進出の可能性が消えたのと同時に、ファンからのスタンディングオベーションを受けながらシーガーが途中交代となるシーンがありました。これはサービス監督の計らいで、11年間マリナーズを支えたメイサードが最後にファンからの感謝の気持ちがこもった大歓声を受けられるようにしてくれたんだと思いますが、これが意味するところはシーガーが来季残る可能性はかなり低い。マリナーズのユニフォームを着たシーガーを見ることができるのは今日が最後ということでしょう。2012年に本格的にレギュラーに定着して以降、大きな怪我もほとんどなく高いレベルでマリナーズのサードを守り続けてくれたシーガーでしたが、とうとう彼もマリナーズでプレーオフに行けないままシアトルを去ることとなってしまいそうです。交代際にシーガーがチームメイトたち一人一人とハグしていましたが、その際に彼の目には涙も浮かんでいて、ちょっと見ている私も耐えられなかったですね。共に三遊間を守ったショートの JP クロフォードが試合後涙ながらにシーガーへの思いと彼に代わるリーダーになると誓ったインタビューも含め来るものがありましたね。11年間1480試合マリナーズでプレーし、242本のホームラン、オールスター出場もゴールドグラブも獲得したフランチャイズの歴史に残るサードがプレーオフにたったの一度も行くことができていない。2年前のフェリックス・ヘルナンデスの時もそうでしたが、フランチャイズプレイヤーにプレーオフを経験させられていない事実はやっぱり重いです。20年という時間の重みではありますが、そろそろこの負のループには終止符を打たなければならないし、それができるだけのチームになることを切に願っています。来年からマリナーズは本格的に結果を求められる戦いが始まります。もう言い訳はできません。フリオ・ロドリゲスなどのトッププロスペクトたちも上がってくることでしょう。今メジャーにいる選手たちも含め、彼らがマリナーズのフランチャイズプレイヤーとなるかは分かりませんが、もしそうなってくれるのであれば、もうキングやシーガーのようなことは繰り返してはなりません。ここから2年間3年間くらいのスパンで勝敗の面で目立った成果を残したいところですし、その土壌は整ったと思っています。あとはこのオフどれだけチームにプラスのインパクトをもたらすことができるか、負の歴史に終止符を打つ瞬間が近いことを個人的には期待しています。今年は久々にマリナーズの勝敗を1試合1試合気にすることができる楽しいシーズンでした。マリナーズの皆様、1年間お疲れ様でした。